今日は2014年の9月17日です。朝日新聞の一面にはアメリカが、いわゆる過激派組織のイスラム国に対して、空爆をしたという話ですね。というこの過激派の人たちは一体何をしようとしているかと、イラクやシリアで極端な宗教国家を作ろうとしているっていうんですね。ちょっとやり方があまりにも激しくて、とっ捕まえたアメリカ人とかのジャーナリストをみんなの前で、首切ってみせる、それをインターネットで流すというジャーナリストとか、それからボランティアで参加しているような人を捕まえて殺したんじゃ世界中から共感を得られないですよね。そしてイスラム教の教えに従った国を作るっていうんだけれども、イスラム教同士でも派閥が違えば殺し合うという、宗教の一番弱いところですよね。こういう自分たちが正しくて他が間違ってる、自分たちだけが正しいんだという宗教観を持った人たちというのは非常に、害を及ぼす。昔からこの宗教が理由で殺し合いというのはずっと続いてるわけで、一番でっかいのが十字軍ですよね。キリスト教だけが正しくて他の宗教を回収させるんだという、思い上がりも甚だしい。そういうことで人間同士が殺し合って不幸になった例はいっぱいあって、私はいつも言うんだけれども、神様仏様が殺し合うことを喜ぶはずがないだろう。これをそこを忘れちゃいけない。人間のエゴを肯定するために、自分たちの権力を増やすことを肯定するために、これは神様の言葉だなんだ、これを言い始めた時にこの宗教の指導者はダメだというのを見抜かなきゃいけないですよね。大変だ。しかも今わざとね、本当は用意入ってる。ああそう。それで本当は退院できるんだけど、直前まで点滴で栄養つけといて。ああ本当。途中で送る。ああそう。はい。ということでですよ、結局は社会の成り行きに対して一人一人の人間が関心を持って責任を持つ、自分が属している集団団体、そういうものに関しても同じですよね。自分の宗教団体の指導者が変なこと言い始めたら、それはちょっとおかしいんじゃないですか。宗教の一番悪いところというのは、上の者が言うことを盲目的に従って信じるというところなんだけど、しかしそれは弱点としてそういうものがあるぞということをあらかじめ覚悟しておいて見抜こうとするような賢さというものが人間には求められているんだろう。それがないがゆえに、自分がひとたび従ってしまったらその人の言う通りになるがゆえに、大体戦争というのが起きるんですよね。集団の殺し合いというのが起きる。そこを忘れてはいけないと思います。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。